コージさん、バースデーメッセージありがとうございます。なんかね、低評価がついてるところ、どういうことですかね。私の誕生日をね、この低評価で迎えたい人がいるみたいなんで、まあそういう方も大歓迎でございます。まあ私もね、成人君子じゃありませんので、360度いい人間ではございません。どちらかというとつまずきながら、ぶつかりながら、暗いところも抱えておりますんで、まあだからこそ明るく楽しくやっていかないけんなと思ってるところなんですけどね。まあ後悔と反省の日々、その積み重ねが49歳まで続いてきたということでしょうか。まあでもね、この49歳、コウジさん、私としてもね、1年をかけて挑戦したいことがあるんですよ。それはですね、コウジさんの事業がどうなるかを見ていきたいってことですよね。クラウドファンディングもこの私のバースデーをきっかけにまた一歩進むと思うんですよ。それはコウジさんが教習所に行くっていう、そのご連絡もいただけましたし、そして日々放送もしてるみたいでね、まあライブは結構長いみたいなんで、すごいなと思うんですけども、まあその中で奥さんのご協力もあったりとか、たくさんの方の協力があって、ヘラクレスっていう事業がね、ホームページもできて進んでいくなというところを見ると、まるでね、私自身がその事業を取り組んでるみたいな、まあ一体感っていうのがあるんですよね。まあそれを私のこの49歳の大きな挑戦とさせていただいてね、浩二さんと一緒にまた進んでいきたいなと思っております。何よりも誰かがいてくれてありがたいと、そういうふうなことを思えるようなね、世の中であってほしいし、あなたがいてくれてよかったと思っていただけるような生き方をしていきたいなと思っております。浩二さん、本当にメッセージありがとうございます。そしてこれから始まる浩二さんのヘラクレスとしての事業、これは私の挑戦でもありますんで、いつもね、私がこのね、背中に乗っている背後霊のように乗っていると思って、教習所をとりあえず楽しんできてください。まあ浩二さんのことですから、教習所でもね、昭和男魂発揮してくれるんじゃないかなと思いますし、きっと明るく楽しく多くの人と関わりながら教習してるんだろうなと思います。でもなんか教習所っていいですね。なんかこう若返ったみたいな感じしますね。私も49歳、50に向かって1年進むわけですけども、まあ世の50歳になられた先輩方がね、お前は50にならなくていいよと、未熟者なんだからと言われないようにね、ちょっと最後の精進をしていこうと思います。この1年私も挑戦です。その挑戦の一つが浩二さんの事業、これにクラウドファンディングとして乗っかっていって、おんぶに抱っこじゃないですけどね、まあ焚き付けたものとしての責任はあるなと思いますので、逐次連絡はさせてもらいますので、また進捗を教えてください。途中でね、またズームライブなどできると出資者の方にいろいろと伝えられることがあるんじゃないかなと思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。では今後もヤマトとともどもよろしくお願いします。